今日紹介するのは、多種多様で面白すぎるガンプラ漫画です。ガンプラは1980年に発売されてから現在に至るまで、世界中で高い人気を誇ります。2022年に開催されたイベント、ロードトゥガンダムバトルは、ガンプラファンの夢である、自分で作ったオリジナルガンプラで戦える、ガンプラバトルが開発中。ガンダムブレイカーの戦闘システムがベースなので、多彩な動きが可能で面白そう。他にも、ガンプラをスキャンしメタバースに飾り、世界中の人と交流できるサービスが開発中など、様々な新しい挑戦が行われ、ガンプラの進化は止まりません。そのガンプラブームを支え、作る楽しさを教えてくれたのが、ガンプラ漫画です。ガンプラの面白さを的確に捉え、様々な角度から描いた個性的な漫画を紹介していきます。1982年から連載されたプラモ教師郎は、ガンプラ漫画の礎を築いた伝説の作品。自分が作ったプラモで戦うその姿に、多くの子供たちが憧れ大人気となる。仮想空間で行われるライバルたちとの、大迫力のプラモシミュレーションは熱く、そのプラモ改造のアイディアは、何気ない日常や特訓の中から生まれる。最初は敵対していたライバルとも、バトルを通じて分かり合う熱い展開など、漫画としての完成度も高く、プラモデルを知らない人でも楽しめる。一流のモデラーユニット、クラフトダンが原作なので、モデラーあるあるも多くモデラーはさらに楽しめる。掲載されたプラモ改造テクニックは、パテやプラ板を使用するので子供には難しすぎたが、挑戦する子が多くいた。フルアーマーガンダム、武者ガンダムなどガンダムシリーズに与えた影響も多く、ガンプラアニメ、ビルドファイターズでは数々のオマージュがあり愛されている。その斬新な設定からプラモバトル漫画は、児童漫画雑誌のスタンダードとなる。バンダイがコミックボンボンと提携していたため、ライバル雑誌のコロコロコミックにはバンダイ製品が出せず、超時空シリーズ、ゾイド、マシン英雄伝渡るなどのプラモが使用された。1987年には続編、新プラモ教師郎が連載され、新田教師郎が主人公となる。自分で作ったプラモが、上着バトルスーツになりそれを着て戦う、アーマードバトルにルールが変更された。バトルスーツの性能はプラモの出来合いマジンパワーで決まり、ギミックも再現される。だが、プレイヤーにダイレクトアタック戦闘で受けたダメージはプレイヤーが直接受ける、闇のゲームになってしまった。格闘戦が主になったこともあり、暴力や流血描写が多く違和感を拭えないが、前作の終盤も、プラモそっちのけで生身で戦っていたので、その流れを汲んでいる？裁くのは俺のスタンドだ！最終的に教師郎は、ガンダムのスタンド能力に目覚めたり迷走していた、その理由とは、教師郎の終盤からファミコンがブームになり、少年たちのプラモデル熱が冷め、新プラモ教師郎の迷走にもつながる。敵が折り紙やからくり人形など、目に見えて迷走していた。突撃！なぜかサバイバルゲームをやり、利き腕を破壊されるなど迷走を極めていた。なので、4年連載された前作に比べ、わずか1年で連載が終了してしまう。だが、壊れた利き腕を使わず、千軍ノックの要領でゼータガンダムを完成させる熱い展開や、初代と2代目が共闘する、ダブル教師郎など見どころも多い。1989年にはプラモ教師郎と同じ世界観、ハイパー戦士ガンダムボーイが連載される。主人公は町大川 G 剣に入り、ハイパーガンダムを作り上げるストーリー。今作はタイトル通りガンダムシリーズしか登場せず、ガンプラで戦うバトルルールに戻った。当時 SD ガンダム、特に武者ガンダムが大ブームだったので、武者系が多く登場する。プラモを改造する要素は少なくなり、既存商品のギミックで戦うことが多くなった。例えば、BB 戦士の弾を飛ばす、スプリングギミック。元祖 SD の武者ガンダムマーク2の、クワガタアクション。元祖 SD アレックスのオリジナルギミック、ジョバムタンク。BB 戦士ケンプファーのオリジナル装備、ジョバムアーマー、支援メカにも変形する。元祖 SD のサザビーはコクピットがガトリングになっている。元祖 SD 百式界の謎ギミックも再現されている。このギミックはエイリアンの頭と百式界の頭が似てるから追加された。作品の人気も高く今作の機体が SD 戦国伝に組み込まれキット化する。中でもプラモ教師郎の弟子を名乗る、ゴータールのレッドウォーリアは人気が高く、
ビルドファイターズトライにはそれをベースにした、レッドウォーリアーアメージングが登場する。最終的に7機の歴代ガンダムの力が一つになった、グレートガンダムが生まれた。1994年に連載されたプラモウォーズは、G ガンダム放映中だったので、使用するキットも G ガン系が多く、レギュラーキャラも寄せている。144分の1のゴッドガンダムをベースに、BB 戦士のシャイニングガンダムのパーツを組み合わせ、シャイニングゴッドガンダムを作るなど、キットの組み替えで機体を改造するので、比較的簡単で低年齢層にも作りやすい。本作オリジナルの武者ガンダム新、武者ガンダム外がキット化された。その後もガンプラバトル漫画は作られ、2010年からガンプラアニメ、ビルドシリーズが制作され好評を博している。このようにガンプラバトルは、ガンプラ漫画の王道だが、ガンプラの魅力はそれだけじゃない。ディオラマ大作戦は、ディオラマによる心の触れ合いがテーマとなっている。当時はプラモバトルが主流だったが、比較的年齢層の高い月刊少年マガジンで連載されたことにより、シリアスかつハートフルな物語が展開される。主人公桃山実は、プラモバトルの熱い主人公とは程遠い、おとなしい心優しい少年。先輩モデラー天童明の作るディオラマに憧れ、自分でもディオラマ作りに挑戦する。初ディオラマかつ低予算だが目標は高く、コンテストに出場することを天童に話すと、貧乏と笑われ、万引きする者の目をしていると、罵詈雑言を浴びせられる。その場面を見ていたヒロインから、内部が見えるメカニックモデル、72分の1シャア専用ザクがプレゼントされる。天童の取り巻きから妨害にあったり、作品の方向性が定まらず苦悩するが、プラモ屋の店長の言葉、技術より作る人の心をヒントに。その時、ひらめく。ザクだって人の心を持っている、それは操縦しているパイロットの心、そこに着目し完成させた。そして、日本各地から観客が集まる注目度の、全国ディオラマコンクールが開催。天童の作品は、ガンダムが作られる場面を描いた、愛戦士誕生。本物のような完成度に加え、ボタンを押すと、ドッキングするギミックに観客は大盛り上がり。一方ミノルの作品は、戦い疲れたザクを描いたディオラマ、昇進。なぜこれが昇進なんだ？あの時のことをいじけてるのか、と笑われ不評だが、このディオラマは回転式になっており、ザクの後ろにはなんと、ジオン兵と犬の姿が、昇進、そして出会いとタイトルが示す通り、戦い疲れ傷ついた心は、犬との触れ合いにより癒される。モビルスーツではなくジオン兵に着目し、そのパイロットも同じ人間であることを示した。兵士と犬は紙粘土で作られ表情も良く、焚き火も麦球を入れ光らせている。アイディアもさることながら作品の完成度も高く、観客の心を掴んだ。両作品とも好評を博し、審査はモデラーと一般客からの投票によって決まる。最優秀賞は、ガンダムのかっこよさをストレートに描いた、愛戦士誕生が受賞。一兵士のドラマを描いた、昇進、そして出会いはモデラー特別賞を受賞。だが、モデラーたちに選ばれたミノルが勝者だと天童は言い、互いの健闘を称え合う。両作品とも機動戦士ガンダムの面白さや、いいところを的確に捉え理解度が高い、その理由は、原作者がガンプラブームの火付け役かつ、プラモ京志郎なども手掛けた、安井久志。次のエピソードは、新たな挑戦。ミノル枠のコンクールに出す作品を考えていると、松葉杖を突く少年に出会う。ザクを買う少年の手助けをしていると、少年は前回のザクに魅了されたジオニストだった。サインをせがまれるが、いつもの連中に、こいつのサインじゃ足がもっと悪くなるなどの暴言を吐かれ、コンクールで競い合うことになる。少年の期待を背負うプレッシャーもあり、なかなか次のディオラマが決まらないのでヒロインと出かける。その中で少年が松葉杖をついているいきさつを聞く。少年はジャングルジムから落ちてしまい、足の骨を折るがすでに完治している。だが、骨折のショックから松葉杖が手放せず、このままでは足がダメになってしまう。話をするため少年の家に向かう途中に、公園でいじめられている少年を発見する。ミノルは少年が松葉杖を離すチャンスと捉え、見守ることにするが、足を折ったトラウマから立ち尽くし、ザクを投げられ壊されてしまう。ミノルたちは駆け寄るが、少年は恥ずかしさや悲しみのあまり、その場を去ってしまい、残されたミノルは、
この壊れたザクこそ少年の心だと感じ、次のディオラマの主役にする。そして、コンクールが開催される。天童の作品は、ガンダムとギャンの戦いを描いた、プラネットエリア、戦。光学繊維を使ったビームライフルは本物に見え、爆発シーンはレジンの中に発光ダイオードを仕込んだ。そのかっこよさ、完成度の高さに観客は湧く。一方ミノルのディオラマは、足の壊れたザクが横たわる、挑戦。この痛々しい姿に、挑戦じゃなくて敗北だと笑われ、お兄さんまで僕を笑い物にするなんて、と、少年にも辛い思いをさせてしまう。だが、この作品にも真のテーマが隠されている。ミノルは少年に二人で完成させようと言い、周囲を暗くしザクに照明を当てる。ミノルは照明を担当、少年がハンドルを回すと岩がせり上がっていき、ついには山となる。下から見ると、照明が太陽に見え、そこに向かって昇る勇ましいザクに変貌した。太陽に挑戦しているというテーマが観客にも伝わり、場内が湧く。さらに、照明を横から当てると、巨大な影となり壁に映し出された。少年は自分とザクを重ね、このザクのように挑戦する勇気をもらい、一歩を踏み出す。このディオラマは少年のトラウマを克服させ、観客からも画期的だと高い評価を受ける。グランプリは、プラネットエリアと挑戦の2作品。ミノルは優勝賞品をプレゼントし、少年は自らの足で家路に着く。他にも心温まるエピソードが多く、ずっと魚いか団を根気よく手入れする先生を励ますため、ミノルは春という作品を制作。花を模したこのディオラマは、花びらが形状記憶合金でできておりライトを当てると、徐々に花開いていく。満開に咲き誇ると姿を現すのが、ダンバインとフェラリオたち。一足先に春をくれたと先生も感動し、今回も天童と共にグランプリを獲得する。そして、3ヶ月後花壇には花が咲き、読者に努力は実を結ぶと教えてくれた。天童と決着がつかないまま、21世紀の未来をテーマにしたコンクールの開催を聞く。どんな作品にするか悩んでいると、ヒロインの所属するテニス部の部室が火事になる。出火の原因はわからず、互いを攻め合いチームワークが売りだったテニス部は空中分解してしまう。存続の危機に陥る最悪の展開になるが、ミノルに考えがあり未来展に一同を呼ぶ。コンクールが開催され、天童の作品はテーマ通り未来の街を描いた、2001シティ。エルガイムは、近未来のイメージとマッチ、この街は2001年の姿で、学校や図書館など至るところに面影がある。対するミノルの作品は、燃え盛るホワイトベースを描いた、試練。これを見た部員は、火事のことを思い出す、からかっているのかと大不評。だが、今作にも上から水を流すギミックを仕込み、それにより塗料が洗い流され、真の姿が映し出される。消化されたホワイトベースの中から、部員の数と同じ14人の連邦軍女性兵士が出現。ホワイトベースが炎上しても助け合い、一致団結している姿を見た部員たちは、自分たちの境遇と重ね合わせ、チームワークを思い出し絆が深まる。審査員たちもアイディアは評価したが、21世紀未来展のテーマとは外れていたので、グランプリは天童になるが、部員たちの笑顔を見たミノルは満足していた。その後も悩みを抱えた人の心を、ディオラマを通して救っていき、最後は SF の本場アメリカに行き、天童と共に超大作 SF 映画の制作に参加する。プラモで人の心を癒すという、画期的かつプラモの可能性も見せてくれた傑作漫画だった。1998年に連載された、ガンプラ甲子園もガンプラの出来を競い合う漫画。ガンプラで感動させるというコンセプトは、ディオラマ大作戦と似ているが今作最大の特徴は、ガンプラを触った時の、顔芸。心を込めて作ったガンプラに感動し、そのガンプラが空想の中で動き出す。ガンプラバトルのような派手さはないが、インパクトのある顔芸で全国のキッズを笑わせた。改造は自動でもできる簡単なものや、ターン A のヒゲにタンポポをつける奇想天外なものまで。オリジナルガンプラは、パーフェクトガンダムをリスペクトした、パーフェクトターン A ガンダム。登場するガンプラはファーストがほとんどで、放映中だったターン A が次に多い。2019年からガンダムエースで連載されている、ハイグレードに恋する二人は、ガンダムやガンプラを通して女性同士の友情や日常を描いていく。二人の歳は一回り離れており、ジェネレーションギャップもあるが、永遠に尽きぬ話題があるので仲を深めていく。女性のガンダム好きであるがゆえの悩みや、
女性の視点から見たガンダムなど、今までのガンプラ漫画にはない要素を盛り込み新鮮で、絵柄も可愛い。なおかつ、ガンダムシリーズ長い歴史の中で生まれた問題にも、圧倒的名言で答えを出している。ガンダム好きなら共感する、あるあるネタも豊富。危険なあるあるネタまである。なので読みやすく、シード好きは特に楽しめる。2020年に発売されたガンプラはなぜ売れ続けているのかは、バンダイに取材し、ガンプラが売れ続けている理由を徹底究明していく漫画。ガンプラは1981年から今に至るまで右肩上がりの売り上げを誇る。その数、7億個以上。その成功の裏側には、ガンプラの魅力を最大限に活かすバンダイの戦略と熱意があった。ユーザーのニーズに応えるため、ガンプラの商品ラインナップを選ぶのは1年以上吟味する。40代以上から特に支持され、機動戦士ガンダムが一番人気、次にシードが人気だが、どの作品や機体にもファンがついているので、プレミアムバンダイでニーズに応えている。 HG の主人公機などは買いやすい値段に思春期でも入りやすくしている。一般販売で売れるか怪しかったバーザムが爆売れし、量産機の一般販売につながるなど、興味深い話が多い。金型の話では、スナップフィットの細かい調整、武器を保持する調整の苦労。売り場の話では、様々なイベントを開催し、ユーザーがワクワクするように心がけている。海外展開も力を入れており、2021年のデータでは海外売上比率は全体の5割を超えている。アジアでの人気はもちろんのこと、北米でも大人層を中心に人気が広がっている。アメリカでは、最初に放送された新機動戦機ガンダムウィングの機体が明確に人気。その人気の高さから公式でアメコミ版も作られる。各国の人気機体は日本とそこまで違いはない。だが、明確に全世界で人気な機体が存在している。それが、ガンダムアストレイ、レッドフレーム。この機体の最大の特徴が、腰に刀を刺している。それがサムライを連想させるので世界中で大人気となった。このように、ガンプラの裏側を知りたい人には特に楽しめる漫画となっている。漫画、うんちくプラモデルは、あらゆる模型の雑学やトリビアを満載した一冊。模型の話をしているとどこからともなく現れ、うんちくを披露する、うんちく雄三が主人公。怪しい風貌だが造形は深く、スケールやミニ四駆など模型全般を知り尽くしている。国産プラモデル第1号、ノーチラス号から始まり、現在に至るまでの模型の歴史を大まかに語る、ガンプラは特に詳しく話す。そのうんちくとは、最もよく売れたガンプラは、144分の1ガンダム。バンダイが唯一正式に絶版と発表しているガンプラは、HG ガンダム。最も大きいガンプラは、砲身を入れたら1メートル近い、HG デンドロビウム。全高では 860mm、ネオジオング。石坂浩二をはじめとする、模型好きな有名人のうんちくなどバラエティ豊富。プラモ好きあるあるはもちろん、心に刺さる金言も数多くある。中でも感心するうんちくとは、プラモデルの始まりは、徳川家康が関係している。その理由とは、家康が崇敬された静岡浅間神社の修繕や、久能山東照宮の造営に際し、日本各地から腕利きの宮大工、彫刻師などが集められ、工事が終わった後も定住した。技術は受け継がれ、ひな人形や竹細工などの木工製品の製作に携わった後、1932年に木製模型飛行機が発売し、それを皮切りに静岡には数多くの木造模型メーカーが誕生。そして、国産プラモデルが人気になると、木製メーカーも次々に参入し、静岡は国内シェア 90% を誇る模型王国となった。このことから久能山東照宮には、ガンプラをはじめとする数々のプラモが飾ってある。家康公の甲冑を装着したガンダムはもちろん、ディジェやザクキャノン、ボール系型といった渋すぎるチョイスが見れる。このようにガンプラ漫画は、ガンプラを題材にし様々なテーマを掲げている。どの漫画もガンダムへの理解度や愛が深く、読んだらガンプラを作りたくなる作品ばかり。30年後のプラモはどうなっているんだろう。君は何をやっている。俺はやっぱりモデラーかな。